顔とアースします。はい、昨日もやったよね、こうやってでしょ、うん、やった。いきます。おー、ほらこれがな、辻先生っていう先生がおってな、小学校1年の時に「まあ、うまい、このなんか音がちゃうねん」ずっとやってたら「もう村上君やめなさい」って多動ですわ僕昔から授業参観やってるやん、後ろがキーなねやんか。そうそれずっとおかんは恥ずかしそうにしてはったらしいわ今ここ赤松さんが時々恥ずかしそうにしてるのはそれやろな、きっとな。あ、ちょっと師匠、ちょっとこっち来といてくださいとか言って「え、なんで?」とか言って「はあ、さあやりますか」。うん、今日はね、まあイカ大全ということで、まあ、いろんな僕のこだわりの部分があるのと、まあ、自分が今どういう遊び方で遊んでるかを紹介するので、自分のイカメタルテクニックに考え方をプラスしてくれたらいいんじゃないかなと思います。では早速始めましょう。まず一から喋りますね。一番最初イカメタルをやろうと思って、当然イカメタルなんで鉛すってですよね。これ今のところね第3期ぐらいになってるのかな、第3バージョンというか、ちょっとずつ変更していって、最初のやつはここが長かったりとかね、いろいろあります。で、もしかしたら長い方が良かったものとか、以前のやつの方が良かったものって存在しても、もうとりあえずモデルチェンジしていって前の方のここが良かったよって声が聞こえたら、またバージョンアップすればいいと思ってるんで、今のものが100点かどうかは分かんないです。イカに引いてみないとね。人間が考えてこっちの方がいいだろうという形で変えていって今があります。はい、でこれがそのイカメタルのね、抜け駆けすってっていう名前のイカメタルなんだけど、まずまあ特徴は、まあ、深淵の円柱に前と後ろをまあ丸みをつけた、すごくまあ単純な形状をしています。で目もついてるわけじゃなく、なんていうのかな、これまあ無機質なデザインになってるんだけど、まあ、これには訳があって、表面積を小さくしたかった。表面積が一番ちっちゃいのは物体であれば球形だと。さあ球形をそのまま伸ばしていって、筒状というか棒状にしたのがこれね。すごくオーソドックスな、形状をしてます。形状的にね。でも、こういうイカメタルの中ではちょっと変わった形状です。で針が1個、最近1個の「痛い!」危険ですからね、これぐらいかかるんですよ、これね。はい、だから触ったらかかるぐらいの、まあ、針が1本ついてるんだけど、この1本というのも特徴です。この理由は針がなかったら当たりが多かったんで、じゃあ針を少なくしようという考え方からこうなりました。でここの部分ね、紐にしたのは、まあ、金属音が少ないだろうということで、うん、なんかイカってそういうもんが嫌いなような気がするんですよ、僕が。まあ数年のお付き合いなんですけど彼らとはね、その数年のお付き合いの中でなんとなく金属系のものとかケミカルなものが嫌いなんかなと、ちょっと分かんないですよ、矛盾してるところもあると思うんで。なのでとりあえずはここを紐にしてみた。だから普通はスナップでやりますよね。本当に単体でやるときはこう紐に直結したりする時もあります。それはまあ遊びでね。ロケの場合はなんかいろいろさせられるじゃないですか。いろんな絵の色を教えてくださいとか、見せてくださいとか、リグを変えてくださいとか、なのでスナップ使いますけど、まあ、そういうことも考えて、紐にしてみた。はい、であとはここにね穴があります。はい、この穴がこのチモトホタルといって、これね、ケミホタルですね。ルミカから出てるこの一番ちっちゃな、夜光というか自家発光するこういうものが入るようにしてみた。っていうかもともとはそのつもりじゃなかったんだけど入るので、これにぴったし合うような穴にしていった、はい、このケミホタルの地元ホタル、こいつがぴったしなんじゃない。これを割ると割って入れる。そうするとほら見えた？っていうのがこれです。でアクション的には普通ね、イカはきびなご食うてるとかエビ食うてるとか、だからそういうものに模して作るんで、人間が考えるとこういう形状ね、これはちょっと分かりやすく説明になるかどうか分かりませんけど、こういうタイプの、メタルツッテが多い。どういうことかというと、前が尖ってて後ろがスーッと絞り込まれて、で針がある。そうするとこれすごくメリットというか理にかなっているのは、まず水の抵抗が少ない。しゃくった時に抵抗が少ないですよね。で少なくて、でなおかつ後ろ細くなってるんで、イカが抱いたら滑ってかかりやすい。ここの懐の幅が広いのと一緒なんで、じゃあこれどうなのよってなったら、ここはね太短くなってます。頭の部分ね、こいつは細長くなってるでしょ。で下の方は太いでしょ。そうすると懐の部分が稼げないからかかりが悪いとか、こうなってくるんですよ。あえてこれにしてみたのは、例えばこれと同じ長さでこの形状で作るとします。そうすると同じ重さにしようと思ったら、こいつ大体これぐらいの大きさになると思うんですよ。はい、小さくできる。なのでそれに特化してやってみた。それは僕の、実験も兼ねてこっちの方がいいだろうということでやってみた。すると同じね重さだったとしたら、潮流に負けずにステイすることができる。じゃあ若干斜めにステイした時にイカって止めてくわけじゃないですか。そうするとこいつはこう揺れてたとしても、円柱なんで揺れてるように見えないんですよ。こいつはぐにゃ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 動いてるように見える。じゃあイカは「ああああ行く？どうする？やめる？」みたいな、こういうことになるわけと思ってんの。だからこれでやってみた。で今もずっと使い続けてて、僕の調技じゃないもっとエキスパートが使った場合によく釣れてる気がしてる。もしくは当たりが多い。ちょっとかかりにくいねって言われます。それは針の位置と針の形状やと思うのね。じゃあ当たりは多くてかかってないんでしょ。これ面白いわけなんですよ、僕の中では。じゃあ当たりが少なくてよくかかるんやったら、針嫌ってる証拠じゃないですか。とかいうことを考えて今ここなんだけど、じゃあこの形状のものをしゃくるとこうなっちゃうとします。こうなってキラ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 動いてるのが分かりますよね。こいつは同じ太さで同じ単体の単一素材なんで、こう動くの。シェイクするとタタタタタタ、ほんでピタッと止まるの。で止まった時にふわーっとしてても動いてないように見える。だからこれがいいんじゃないかなというふうにしてみた。これがこの抜けがけすってね、抜けがけ太郎という、そういう気持ちも込めて作りました。はい、これ1個でこんなに喋ったらさ、まあまあ大全になるよ。うん、だってさっき言っていいイカ釣りは苦手やもん。だから苦手は何かって言ったら、横でパン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 うまいお姉さんとかつらはんねん。もうイカ先生みたいなイカ娘がいっぱいおるんですよ、世の中に。それぞれ横でね「あっ釣れん」とかになりながらこのくじをなめるのが俺のイカメタルの遊び方にもなりつつある。うん、というかね、今日イカ釣り行くんで、これバカあるでしょ。これね、これを喋りながら用意をしながらいやいや時間ないんですよ。で今何時 ?10 時過ぎでしょ。で絶対この状態ってね忘れ物があるんですよ。だからここにもリールとサウは忘れないように置いてある。これやこいつがスペシャルな感じになったんやな。よしこれで今日は営業マンに怒られることがあってさ、このライトゲームオフィシャー2でずっと僕イカメタルやってたよ。ねでライトゲームオフィシャーはイカメタルを作ったよね。この紫のやつライトゲームオフィシャー2って言ったらこの青いやつね。これねこのグリップがこれテーパーが違うんですよ。竿のねこっちの方がこっちっていうのはイカメタル用の方が胴をしっかりさせた。それがいいとか悪いとかじゃなくて、ライトゲームオフショア2があるんだから、その中間的なものを真ん中に硬、いやつと柔らかいやつを作りましょうと。ちょうどそれがイカメタルをやるには釣り方のコントラストがあっていいかなと思ってね。でそれでやってみた作ってみた。でこいつが硬い方になるわけね。これがねライトゲームオフショア2のチップがイカメタルライトゲームオフショアイカメタルに入るんですよ。ここがねここの込みの部分が、はい、これ入ります。だからここがテーパーがハイテーパーになってて、でなおかつこの先が、イカメタルの方が硬くなってるのね。こいつはだから片やわになるの。これもええやんかってなってなって時々やってみたら投げやすいんですよ。だから重りする時に僕は今のところこのライトゲームオフショアはイカメタルのスピニングでやってた。すると今のところですよ僕重り具苦手なんでというか全般苦手なんでその中で自分でやってるから多分やり始めた人がいてたとしたらその人よりちょっと経験値が多いだけぐらいのアングラーです。でその中で僕はいろんなことをこう試したい側の人なんで試せば試すほどいろんな発見があるんだけど今までこうかと思っててきたことが覆されたりするのね。その中の一つというかその中の今過程で「あれこれこの竿もいいやね」ってなってんの。こんなん言うてみまたいらんこと言うわって言って「もうちょっとやめてくださいまだこれ始まった売り始めたばっかりですよ」みたいな。いや違うんですよ。これが悪いって言ってんじゃなくてこれも味があるよねって言ってんの。基本的にじゃあ話それるけど僕の大前はねイカメタルの竿って何ってなるじゃないですか。というのはライトゲームオフショア2でやってた時はじゃあこれがイカメタルですって言ったらみんなイカメタルと思ってこれが SLJ ですって言ったら SLJ になるでしょ。ほんで僕がたまたま硬いやつをライトゲームオフショアイカメタルしたらそうですって言ってたかもしれへんわ営業マン。ほんでまたそこでよしよしちゃんとやっているね村上と思っとったところがいや穂先をこっちにつけたらいいぞってなってみまた大変なことになるやん。だからあんまり言いたくないんだけど思ったこと言うといた方が見てる人がねああそういうことかじゃあ俺バスロットでやってもいいのかなとかこうなってくる。じゃあみんななぜやらないかなんか怒られるんちゃうかなとかなんか恥ずかしいんちゃうかなってなるのね。聞けばいい船長に。船長バスロットしかないんだけど持ってっていいですかと。いやでもそれ細い硬くであんまり食わないよって一回やらせてくださいって言ったらそれはダメですというかいいよっていうかのこの違い何か。周りの人に迷惑かかりそうなことだったとしたら NG の場合が多い。そうじゃなければ自分が釣れるか釣れないかだけ絶対大丈夫。長い竿でって言った時に横向けた時に邪魔になったりするかもしれへんと船長が思ったものはちょっとやめてほしいってなる。バスロート硬いだけじゃないですか、ね、釣れないの自分じゃないですか。だからあんまり NG とはならないと思う。例えば、仕掛けが例えばたばりといってまあ多段やねドロッパーがたくさんあるものはやめてくださいと。それは一つはそれがすごく効いたとしたら1個の人との釣りの釣果の差が出すぎるかもしれへんじゃないですか。そういうのもやめてくださいっていう場合もあるしあと一番の理由は例えば下にこの重りすってをつけます。で上にドロッパーをこうやってつけるわけね。こうやってこいつだったら水の抵抗これだけでしょ。これでこんだけなるでしょ。これでこんだけなるでしょ。これでこうなるじゃないですか。じゃあ同じ重さで「はい30号ね」って言ってても30号でやってると思ってるけどそこまで考えへんなら横に行くわけですよ。毎回同じ人が同じ人にかけたらそれはイラッとするでしょ。大体釣り人短期なんだからね。なので、そういうことがあるので一応レギュレーションはちゃんと聞いた方がいいし、どういう理由かまで気になる人は聞いてもいいし、まあその時には船長と、親しくなるいうこと、コミュニケーションが何でもそうなんだけど大事だよというふうに思います。で、例えば今はね小さな鉛すって使うことほとんどないんですよ。伊勢では8、10、12とかやってます。これ三重県で昼の釣りで、こんな小さな検査経過を釣る釣りがあったんですね。今最近やってないかもしれないですけど、それを釣るのに小さなすってですって単体でね掛け合わせするのがすごく面白くて、で僕はその辺から入ったんですよ。なのでその重さがあるんだけど、大体日本海行くようになったらね1隻に30人とかそれ以上乗ったりするんですね。だからまっすぐにしか落としちゃダメなの。その中で重り指定なんですよ、大体ね。そうなってくると変わったことができなくなった。ただ、例えば船の中で人が少ないだとか、それからみんな和気あいあいとチャーターで行くだとかだったら好きな釣りができるんで、もっと面白い競技がたくさんあると思います。例えば水深 70m なんだけどイカって20m とか 15m とか釣れるのね。その時に小さな釣手でやったらボコボコ釣れる陶器もある。で、後に説明しますけど、この抜けがけパニックというアイテムなんかでいくと、小さな釣って2個ということは15号なら30号になるわけですよ。2個つければ落ちていくスピードはそんなに変わらないね。でも一旦馴染んだら重さで引っ張ってるんで潮に負けないんですよね。そしたら小さなすってを深いところに送り込めるというアイテムになるわけですよ。じゃあちょっと変わってるじゃないですかっていうようなこともそういう工夫でできてくるんだけど、人間というかね、普通の人って変化を嫌うんですよ。最近知ったなんでって思ったけど、いやー村上さん、人ってね変化を嫌うんだよと言われて、偉いさんに。お偉いさんってうちの会社の人とかそうじゃなくて、そういう、賢者と言いますか賢い方はね、いやそうなんですよねって言われたんです。だから村上君がやってることをねすぐには理解できないんですよ。特に年をいくとそうなるみたいな。そうなんだと思って、こんなん普通やんと思うことが普通じゃないかもしれないんで、今回はそういう人と追って間もないので頭にあるんやろね、そのタイミングのイカ大全なんで内容が全く違うなんだろうねこれね。これでいいの？これでいいね。首かしげてますわ。だってなんで首かしげるかって言って編集する人でしょ。こんなもんどうやってまとめるね、あいつまた好きなこと言いやがって思ってると思うんやけど、だってしましょうって言ったのはあなた方で、僕は自由に。営業マン呼ぶ？営業マン呼んで営業マンが答えてほしいやつにする？なんかこうやってみたけど、営業マンいてんの？いてんの？いてる。ちょっと普通に何も言わずに呼んでみる。ちょっといいかな。いやじゃあ村上さんがちょっと呼んでます。そうしよう。秋畑、おはよう。イカ大全も今やってんだけど、話が脱線しすぎてまとめようかなと思う時にそれを質問してもらおうかなと思った上で、それをまず淡々と余分な話をせずに答えて終わるか終わらへんかを決めてから、まだ喋りたい僕がおったら喋ろうかなと。でちょっと営業さんを呼んできてって言って、理由を言うとなんか理由つけられて断られるから理由を言わんと村上がなんか呼んでたっつって、なんか問題があったっぽく言うてくれへんかなって言ってお願いしました僕もある程度喋った。まだ1時間ぐらい喋ってるんやけどまだここしか喋ってないここに行く前に概念を考えてた。概念を語ってた僕は。うん。だからちょっとそれは横に置いておいて。どうでしょう。はい。最近このパニック。使い方がなんか気になってる。はい、いいね、いい質問だね。パニック。このねイカメタルの釣りでまずこいつができました。でこいつができたけど後釜のまあメーカーですよね、一世海太郎。面白くないじゃないですか。なんか後追いのことやったかってね。なんでこれ単体のちっちゃいやつが釣れるんだろうと思って、ちっちゃいやつが釣れるんだけど潮が速いからちっちゃくできないから大きくする。じゃあ釣果が出ない。待てよ、ちっちゃいの2つ落としたら早く沈むというか沈んでできるんじゃねってこうなったのね。でやってみたらこのなんていうかな、単傘がまあ功を奏して絡みそうな仕掛けなんだけど絡まないでやってみた。でこれが抜け駆けパニックですよ。パニックはなんでパニックかというと、まあ、イカがパニックになってるような気がするんで。今そうこれ重要なとこね。今袋からこれ出したらダメよ。これ2個入ってるんで袋から出さずにここに外し口と書いてます。こいつを引っ張ったら今みたいに取れるようにこの中にセッティングされてるんで、そしたらこのまま置いてくれるでしょ。これ濡れた手でこれ開けますね。開けてよしこっちでやってます。うわー袋飛んだとかね。で飛んでなくても入れるのがあちょっとこれなんかこうやってこうなるのね。それがならないように一応作ってます。はい。でこうなってるんですよね。はい。まず下上とあります。水べりがついてます。これね。でこの真ん中のスナップ水ベルは糸に通ってるだけ。こうやってね。はい。でこれでこの両方に鉛すってをつける。はい。抜け駆けすってをつけます。これがまあオーソドックスな釣り方で、シェイクしたら、両方ともの鉛すってをシェイクするんじゃなくて、ここが誘導なんで、これね誘導なんで、こいつだけ揺らしてもこっちの鉛すっては動かない。ってことは下の鉛すってだけが揺れてます。なので負荷がかからないということで、そういう仕掛けにしたんだけど、こいつがですねまあまあ優れもんで、ちょっと後にしますけど優れもんなところね。この後で作ったこの抜け駆けパニックの後で作ったのがいわゆるおもり具仕掛けと、いわゆるイカメタルリーダーというやつね。イカメタル仕掛け。でこれ何かというと、まあ、裏に書いてますけれども、下に鉛すって抜け駆けすってね、その上にドロッパーをつけます。ドロッパーも作りました。とりあえず先にこれが出ててドロッパーなかったからね去年ね。はいこれ作りました。でこれは結局、ふわふわしたこういう、ドロッパーが食う時と鉛が食う時あるんで、両方ともいっぺんに試せますよということでこれを作りました。でおもり具仕掛けも作りましたね。でおもり具仕掛けはリーダーの長さが違うように2本作りました。でやりました。こいつがね抜け駆けパニックね。下に抜け駆けすってをつけてね、上に抜け駆けすってをつけたら抜け駆けパニックになるわけでしょ。一応ねここにドロッパーつけるんですよ。そうするとまあ直リグというかリーダーレスになりますよね。じゃあリーダーレスになるとプクプク普通ならこうやって動いちゃうわけですよ。でもここ僕フリーに作ってるんであんまり揺れないですよ。上起点下支点に来た時にカックンカックンってこうはなるんだけど、それをうまいこと調整したらそんなに揺れないのね。これ食うのにはすごくいいんですよね。でこのキビコがほぼほぼサスペンド、もしくはゆっくり浮いたりゆっくり沈んだりするぐらいの間にセッティングされてるんで、まあ漂ってこれでいいやんってなる時がまあまああるんですよ。で抜けがけパニックの時に上にこの針がついたすってが来ててもうここ絡みそうでしょこれね。なんだけどほら今外れたでしょ。外れるんですよ。ほらこれちょっとわざといたずらして今これだいぶ絡んでるでしょ。絡んだら状態で外れちゃう。なんでかって1個やから。それとこいつがまっすぐなんで絡むところがあんまりないんですよ。でここでもスイベルがあるでしょ。こいつ緩めた時にくるっと戻ったりしてとにかくそんなにかからない。でも一旦かかってしまったらかかりますよ。海の中には妖精がいてるんで妖精が違う違うほんまにおるって知らんとなんかこう結び目できてたりしひん釣りしてたらあ妖精がやってんねんって。じゃあそういうのは妖精がやってるやつにはちょっと対応できないんだけどそれ以外の時は今みたいに外れんのね。そしたら話それたけど下の方にキビコをつけるとなんちゃっておもり具になるんですよ。これ1個でどっちがええんかなってまあまあ調べれる。でここで今おもり具ができるんですよ言ったんだけどキビコはいわゆるドロッパー用に作ってるんでほぼほぼサスペンドにしてると言いましたよね。そしたら漂った状態で食うんやったら釣れますよ。なんとなくですよ。スーッと逃げるやつの方がよく食うんでオモリグキビコが欲しくなった今ここ。まあでもそれはねない時は他のメーカーのを使ってもらって楽しんでもたらいいかなと。で僕もそれは今から行く道なんで作っていこうかなと。いっぺんに作ったら未完成なものが多々ある。でこれもじゃあ100点満点かって分かんないじゃないですか。例えば1年後2年後3年後にできたキビコはスーパーキビコとなるかもしれないでしょ。だから今ここなんですよ。でおもり具キビコ今日はねロケあるんでロケの準備をしながらやってるでしょ。だから座談してるんだけどおもり具キビコはないので当然そのまま指くわえてみるわけじゃないじゃないですか。ここにおもりを張ったね前に。板重りを張ってます。これねだいたい今で 2g ぐらい張ってるのかな。で、張り姿勢というか沈んでいく姿勢が、こういう風に沈んでほしいのでちょっとそこを工夫しながら工夫言うてもまずとりあえず鉛のところに鉛張ります。でそれでああええ感じやなってなればそれでいいしもうちょっと前傾姿勢にしたかったので前に張っただいたいええ感じになるよね。今ここです。これを作ればいいって言ったら重りが重たければいいんでしょ。でちょっと前傾姿勢にしたらいいんでしょ。重りの形と重りの位置を変えれるようにこの鉛だけ作ればできるじゃないですか。今やろうとしてます。でやろうとする時に自分が理解しないといけないんでどうだろう1ヶ月に1回ぐらいしかせえへんでしょ。イカメダルねロケで行くでしょ。1ヶ月に1回で1ヶ月に1回イカを釣りに行くわけですよね。じゃあ頭に浮かぶとちょっとねもう流しきれないのがこの年なんですね。1ヶ月に1回イカ釣りに行くって言って赤松さんおってみ絶対いい夜出て気づくか気づかんふりしながらしれっとこういうのが僕の楽しみになってくるから、まあ、こういうふうにそれていくんで営業マンがないとピリピリするじゃないですか僕もね。だからこうなんていうかちゃんとしようかなと思って。で何の話だったっけ。そう1ヶ月に1回のイカ釣りで何かを極めていこうと思った時にまあ限界があるんだけど次はこうやってこれとこれとこれを試そうという試すアイテムが増える。これが僕の中のかっこよく言うと開発です、はい、抜けがけパニック、抜けがけイカメタル仕掛け2種類それからおもり具仕掛け2種類あります。でこのイカメタル仕掛けの2種類はドロッパーがダブルとドロッパーがシングルでいやじゃだったらさこれダブルだけ買ってさ1個つけんかったらいいよ嫌なんでしょ。でもそれだから両方作ったね。これもそう抜けがけおもり具仕掛けリーダー160リーダー80の方が使いやすいわけですよ普通ね絡まないから。いや160にしといて切ってったらいいじゃないですか。でも嫌なんでしょだから作った。そうだから一応便利なものってそういうものなんで、例えばイカメタルの PE とじゃあバス用の PE メバル用の PE 何が違うのって言ったら色が違うだけじゃないですか。まあ、そんなものの本質ありつつイカメタルを楽しみましょうってなった時にこれがこう並んでるのが好きっていうのは僕も分かるんですよ。なんかアイテムがなんかちょっとあってさあ行くぞっていう気分になれるんで、だからまあこういうふうに趣味の世界なんでその趣味の世界にのっとりながらやりました。当然この抜け駆けロケットね、バチコンロケットと僕は抜け駆けロケットにしたかったんだけど一緒なんでもうここは一緒にしましょうということで、バチコン用にしたりとかあとおもり具にしたり、それから例えばドロッパーを、ね、上にしといて下もイカメタルじゃなくて、おもりだけにするようなそんな時に使います。こいつのええのはまあスピードが速い、それと回らない。こいつが四角いやつあるでしょね、タラ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 ってずーっと回ってんので丸いやついいんですよ、一番いいの筒状。コロ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 って甲板で転がるの僕の転ばない、これがいいんですよ。転ばないし早く沈むしまあ表面積が少ないんでね、ほんのちょっとのこの羽これまあまあやるよ。うん、以上です。ほとんど喋ってんこれでここはいイカメタル仕掛け、うん、これうんうんうん高さが違うやつ5センチと10センチかなあはい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 うん今営業さんが言ってるのはここの部分が誘導になってます。ちょっとだけねここねはいここは止める意味は何であんのってなんの当たりが分かりやすいからなんですよ、ね、でも抜け駆けパニックでちょっと誘導はありやなと思ったらなんとなくここの誘導があるとぐるんって絡むのが絡みにくい感じがするの。ここ固定してるとするでしょ、そしたらこいつが回らへんとかちょっとねちょっとの抵抗というか力では回らへんとか回り始めた時になんかちょっと絡みやすいの。こいつが遊んでると動き出してから回り出したりするので絡みにくいなという僕感覚があるんですよ。だから例えばヘビキャロ仕掛け脱線するけどバス用のねそこにも遊びが作ってあった。これもうなんか今までの経験値で僕の癖かもしれんでまあそうしてあります。でこれがこちらの方のダブルの方は、5センチと10センチに変えてあるでしょ。このリーダーの長さを5センチ10センチに変えて結局短いのがいいの長いのがいいのっていうことが、分かりやすいからだから実験材料なんですよ。みんなが使った時に「あなんか知らんけどこっちが組むね」とかそれが分かりやすいようにで、下を短くしてます上を長くしてます。なぜか上は吸ってから鉛吸ってから遠いわけじゃないですか。要はナチュラルにしたいから遠いところを長くしてるのね。これ逆にするとここを長くしても意味がないじゃないですか。ここで食うてここも食うんやったら食い手のええやつやからじゃあ上の方に逃がしといてさらに長くしてるから上のリーダーを長くしてる。で短い方がいいやんってなったらこの回転ビーズのやつは回転ビーズってこうなってるだけなのね。糸通ってるだけなのわかるこれね通ってるだけなのだから長い方をここを結べばもっと短くなります。ここを結んで結びこぶを作りますこうやってね今まだ結びきってないですよ。結びこぶをつけてここで調整すればなんぼでも短くできます。でまめな人はこれでもっと長くしたかったらこれ切って長いリーダーつけたらいいんですよ。そんなんできる人はこれ買わないですよだってできるもん自分で、うん、ただじゃあ作るのにも時間かかるじゃないですかね。作る時間これやりだしたら1つのアイテム15分はかかるんですよ、なんだかんだで。なのでまああった方がいいよねということで、作ってます。でまあその質問の答えは、まあ、遊びがあってナチュラルじゃないかなということでこうしました。あと絡みにくいであろうということで、はい。あと何かありますか？キビコの話。キビコの話はね、とりあえずこれね、キビナゴのカラーを全部フリーハンドで作ってみたかった。まずここから始まるので、みんなこれ基本的にはエビなんですよね。このエギってエビの形してんのね。エビをスーッと引っ張って、もともとエギの釣り、アオリイカを釣ったりとかする時に船でずっと引っ張りするんです。こいつでスーッとで引っ張ったりする時にこうやって回らないようにとかで、この字に曲がってると思うんですよ。これこうなると絶対回らない、 S 字になってるから。まっすぐやったらこうなったりとかフーとかなったりする。でゆらゆら揺れたりするのが、こいつは揺れないというのがあってこうなってるんやと思うんだけど、そこから始まったものをドロッパーにします。こういうタイプじゃなくて、いわゆる浮きすってとかもいろんなものがあります。プラツノっていうのもあります。なんだけどまあとりあえず、ルアーメーカーなのとオブジェ的なもの好きなので、ここから始めようと。はい、物的なディティールにこだわって見たところから始まって、要はルアーに、デザインを落とし込む、そこから始まって、まあ嫌いなカンナは1個にしましょうと。イカが嫌いなカンナね。でこれで出来上がりました。で、特徴的なのはこのフェザーがね、ダブルフェザーになってて、姿勢が安定するというか、ゆらゆら揺れないように一応してみたっていうのが今ここです。ここからですね、カラーの壁に最近当たってるのね。これとりあえず作ったじゃないですか、パッ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 と。でさあ前職でやったなんて初めてじゃないですか、僕からすると。だって僕のテストカラーっていうのがあるでしょ。緑はいる、白はいる、あと魚の色の布張りなしと布張りありで、布は必要かそうじゃないのか、あと艶消しはどうなのかってこう考えるわけ。これ何かの違いがあるっていう考え方で考えると、色なんかめちゃめちゃいるんですよ。めちゃめちゃいる。でも最初から理解しひんうちに増えちゃうと意味不明になるので、まずは一般的なカラーで自分も使ってて実績のあるから。でこのキビコを使う前に、いわゆる抜け駆けすってでいろんな色を試しました。赤白釣れる、ね、赤緑釣れる、じゃあそれはつけときましょうって、ここから始まる。赤白赤緑はこれね、赤白赤緑、これ、ここのマーク見たら分かりますけど、地味なやつと何にもない派手なやつ。白っていうのは当然紫外線を反射します。で緑っていうのは、黒っぽい色っていうのは反射しにくい。だから目立つ色目立たない色でも深く沈めていくと両方とも目立たなくなるというのは、夜光がないから。でそこにじゃあ夜光のものがあります。夜光ボディ、ね、派手なやつで夜光があります。じゃあ派手なやつで夜光やから、派手派手派手、見える見える見える、深くなっても見えますよというカラーで、次UV っていうのは紫外線ですよね。でイカ釣りの時はだいたい上からライトを焚きます。ハロゲンとかなんとかいろいろあると思うんだけど、で紫外線を照射してます。すると僕たちが見えなくなったぐらいでも、イカだったら見えるだろうの紫外線を反射してる、カラーがあります。これどうなるかというと、こいつは暗くなっても見える、こいつは光が届いていればUV のこの反射カラーがないものとあるものとでは、こいつの方がまだ見えてる、こいつは早く見えなくなる。こんだけの違いがあるんですよ。でじゃあ絶対これか絶対これか、そうじゃないのが魚釣りなんで全部いるんですよ。で今ここです。じゃあ打てない色を試さないと海太郎に未来がないでしょね。なのでいろんな色をやるんですよ。その時にこの間ね、黒が釣れたんですよね。横から見てて黒が釣れたんで、とりあえず黒確かに釣れます。でね、じゃあ黒は釣れるんだと、ほんのちょっとだけ UV ってどうとか、ほんのちょっとだけ夜光とかってこうなってくるの。だから黒を作っても僕5種類作ろうと思ったら5種類作れてしまう。はい、で塗ってみた。ほつれるんですよこれ。じゃあ色いらなくないかってこうなるやん。でも黒は僕の中では、明かりのあるところでは目立ちます。黒なんでね。で見えなくなっても当然、まあ、魚をね夜ライトで照らしてみたら分かりますけど、川でもね上から見たら背中の色が同調してるし、であれ銀色っていうのは空を反射するから銀色で、黒いものは黒いものを反射するから銀色やけど光ってないのね魚。じゃあ色がないんですよ。色がないというか保護色なんですよ。じゃあ目立たない色は一番リアルっていうことも考えられるし、で擦れたらそういう色になってくるかもしれない。最初はインパクトのあるところに行きます。気になるんで。でも何回もインパクトが来るとちょっと地味なやつで、こいつはもしかしたらほんまもんかなって手を出すやつも出てくるんで、まあ、考え方的にはカラーの考え方ね、目立つ色目立たない色その中間、もうそれで考えてもらったら、この目立つというのが UV で目立つのかカラーで目立つのか、それから光で目立つのか、あと音もあります、大きさもあります。まだ大きさは単体1個だけでしょ。だからこれ1個ずついかないと理解できないんですよ。でこれねまあおかげさんで村上大好きなファンの方がいらっしゃるんですね。とりあえず次の遊びは何ですかみたいな、そういう人たちのためにとりあえず全部自分のもの一斉の商品で臨みたいという人もいてるので、理解も一緒にしましょうよと。今年エキスパートの人といかつに乗りました。じゃあ僕よりもちょっとずれてもエキスパートには勝てません。なぜかってアイテムがないから負けましたいうのが絶対あるかもしれないですよ。でもそういう時にじゃあそれを絶対必要だね、もしくはこの今のキビコをこういう使い方にすればなかなかいけますというのが出てくるので、ゆっくりゆっくりやろうかなと思ってます。はい、今ここで、あとはまあ竿の話が当然あるんだけど、竿とりあえず今はね、ライトゲームオフショア2から始まって、ライトゲームオフショア2のスピニングとベイト、それから、それを少し硬くした、ライトゲームオフショアイカメタルね、紫のやつ、これがスピニングとベイトで、極難という、竿があります。この12345本でまあフルカバーになってるんじゃないかなと思いますけども、当然もうちょっと長いの短いのがあるんだけど、まあこれで事足ります。で調子はねこうでああでっていうのは、実調の例えばよく見てほしいのがその水深でどの重さでどの竿を使ってどんな曲がりをしててどんなしゃくりをしてるかを見てもらわないと、ここでこう説明しててもあんまりわからないと思う。あ、その負荷でその速さでしゃくった時にこう曲がるのか、良さそうだなって思うかそうじゃないと思うか。だから僕は夜の釣りのものは全部シルバーにしてるのは見えるでしょ、で僕自身も竿が見える方が嬉しいんで、見えるっていうのは当たりが取るためじゃないですよ。曲がってるのが見えるのが嬉しいの、キュンとするのだからシルバーにしてます。以上です。子供なんか言ってくださいよいや営業的にダメですよいうのも含めていいっすよ。なんかないですか？はい、それ自分とかやったらイカメタルやったら、はい、感覚付きじゃないと、はい、よくあんまりわからないんですよ。はい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 、指示だなというか、はい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 、使うメリットってどういうの？僕もわからん。スピニングでしょ。スピニングはね、速いアクションの時にいいのと、軽く投げて、それこそイカメタル単体だけでも重り具じゃなくてもこいつだけでも遠いところから探っていく時にもうポールで食う時があるのね。それの時はスピニングが面白いだろうねっていうのがあるぐらいかな。で今はほらカラーのラインがあるじゃないですか。ある程度それで分かるんだけど、絶対カウンター付きの方がいい。で重り具もスピニングでやるでしょ、投げるため。スピニングの方が投げやすいのはある、トラブルがないから。ただ最近はこれ見て、ちょうど質問というか、これライトゲームオフショア2イカメタル、これエアーですよ、アルファスエアー。で、P の06を巻いて、もうキャスティングする気満々だから、この、ね、ブレーキをもう目いっぱいにしといて、重りが重たいんでヒャッと投げる。そしたらフォールの時に止めながら当たりが取れるじゃないですか。ほんでシャカシャカシャカカチッ、シャカシャカシャカカチッってこう上げたり下げたりできるんで、あ、こっちも悪くないねってこうなった。フォールの時の当たりが取れるんでね。あれスイングやったらパラ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 ってやらなあかんでしょ。で一旦こう止めながらこうやるじゃないですか。でもこの時はベールは開けてるでしょ。こっちの方が全然いいかなと思ってやり始めた。で今なぜこれをしてるのか。僕大和さんと携わってますよね。じゃあ投げれるカウンター付きの方がいいじゃないですか。これでも投げれますよ、全然慣れれば。でも投げれますって言ったら投げにくいって言われるんですよ。だから投げれる人だけやってるとするでしょ。投げやすいブレーキがついてるこいつがあったらなんであかんのかなと思ってるから大和さんに言おうかなと思ってる。ただほんまはね、もう全て僕がのわがまま言えるんだったら、投げる時ギュッと縛っといてフィャーッと投げてバックラッシュしにくいようにしといて、ふっとこの何ここを緩めたったら、あと落ちる時はスーッと落ちるじゃないですか。また投げる時ギュッと締めてクラッて切って投げて、このメカニカルが2段階にできるようにしたったらもっとええやろなと思う。でカウンターがついてあって、ほんでこいつの欠点スプールが外せないんですよ。じゃあいつも毎回僕はいろんなリールが使われてるのはなぜかというと、こいつは04、こっちは06、こっち08やったら3つ持ってかなあかん。僕スプールだけいっぱい欲しいんですよ本当は。で開けれないようにしたのはここのユニットを開けたら外れるのは外れるんですよ。でも断線したりとか、要はバッテリーのユニットとここが外れないようにしておかないと今は作りにくいんだって。だからそこを今後できるようになったら面白いでしょっていうようなことを考える方がおもろいんで、イカ釣りが上手にならないの。これもうちょっと買ったらどうなんやろみたいな。スピニングで極めればいいんですよ本当は。でもこっちの方が面白いんだねって言って新しい遊びを見つけてしまうんで、そんな感じかな。イカメタル大全こんなもんですかね。こんなもん。今日は営業マンさん急に呼び出してすいませんです。終わり。